NHK 連続テレビ小説、ランン公式ツイッターが23にまでに更新され、俳優の子孫淳、28が演じるい、タケ雄の様相姿の全身ショットが公開された、オスのスーツ姿をもっと見たい、という皆さ、んえ、特別に撮れたて、ほやほやのオフショット、お届けしますと記すと、スーツ姿のタケ雄の全、ショットをアップ。インスタグラムでは、 動画でお届けしていい、すっとも伝えた。21日放送の第58話では、万太郎、新木、これ、スケスエコ、浜辺、南竹雄が高知へ里帰り、地の女性4人が、峰屋の店先に集まり、さっき、東京、らかえられた人は、洋服で、シャントシ中タ声、竹雄が現れ、いらっしゃいませとキラキした笑みを浮かべると、女性たちは、 キャーと声を上げ、店を後にする様子が描かれていた、の投稿に、フォロワーからは、はあかっこいい。主な全身ショットありがとうございます。オツ、ゲームに出てくる、イケメン執事なんだよな。笑い笑い、ツイッター民もメロメロです。お似合いですかっこいい、ズニャン。公式さんありがとうございます。出たてほやほや9割以上足じゃ。動画のあの、顔が眼福です。 キャー、竹尾、キュン氏です。いった反響が寄せられている。